やばい、映ってない。はい、どうも皆さんこんにちは。今日もですね、でっかい箱が来ました。僕の母国であるイギリスから来ました。海外は安い時はマジで安いんですよ。今日はよいしょ。おい、これはテンション上がるでしょう。そう、ロードバイク用のホイールの紹介でございます。はい、かっけえ、かっけえ。おい、フロントホイール、あー、あ、いいね。はい、僕が購入したホイールは高いホイールじゃないです。カンパニョーロカムシュンというホイールを購入しました。言ってしまうとホイールのこうランクみたいなのがあるんですけど、ホイールにもだグレードみたいな、その中でも言ってしまうと一番下です。一番下の一番安いやつです。かっけえな。その一番下の G3 っていうモデルを私は買いやした。いいじゃないですか、いいじゃないですか。チャリンコのホイールをね、どうたらこうたら言うのはあれですけど、まあ今回は105、僕がこの前買ったコンポは11速っていう風になったんですけど、11速になったら今度はこのホイールも11速のを選ばないといけないんです。今回は僕はですね、このホイールはガッチで走るよっていうよりも、どっちかというと、まあポタリングとかキャンピング専門家の人で言うなら練習用っていうんですかね、まあ結構割とこう雑に扱うってわけじゃないですけど、本気の軽いホイールというよりは11速に対応している安いホイールという意味で購入しました。まあその中でもね、どうせならかっこいいやつがいいじゃないですか。どうせならね、まあなんたって目玉はこれですよ。ほら、まあ、見ての通り、ちょっと見にくいかもしれないですけど、こうすれば見やすいですかね。ほら、123123123とちょっと面白い組み方してるでしょう。普通のチャリンコはまあこんな感じでまっすぐにこうピピピピピってなってるじゃないですか。ですからこのカンパの G3 っていうこの特殊な組み方、これで大丈夫って思うかもしれないですけど、まあ僕も正直大丈夫かなと思いました。っていうのも、いわゆるパニアバッグなんかも積む予定はあるんで、ちょっと強度的にやばいんじゃないかなって思うんですけど、なんか意外に大丈夫そうみたいですね、口コミとか見る限りでは。はい、カンパニョーロっていうメーカーさんのホイールはここがシールになってて、剥がそうと思えば剥がせます。今回の僕のチャリンコはあんまりレーシーレーシーしてるようなチャリンコではないので、まあ最初はつけてもあんまんしますけど、飽きたらこのシール剥がしちゃいたいと思います。その方がね、レーシー感が抜けてね、チャリンコ似合うと思うんでね。でもシマノのホイールはここがもうなんて言うんでしょう、くっつけられてるんですよね。シールの上からビャーって塗装してても一切剥がれないようになっちゃってるんです。ちょっとね、つけるとね、はめてみよっか、いや、はめてみよっか。パッと見ね、パッと見ですよ。お、こんな感じになるんだ。ほらこんな感じ。いいじゃん。このチャリンコは黒が結構似合います。てかロゴがあっても全然いいですね。さすがイタリアですね。ヨーロッパ同士は気が合うんでしょうか。すごくいい感じですね。いいね、組むのが楽しみ。はい、ということでですね、今日はこんな感じですよ。ロードバイク用のカンパのカムシン、ようやく届いた。結構時間かかりました。さすが海外。おー、ようやくね、ほぼ 90% 集まったんで、
もう組めますほぼ。なんで近々組んじゃいたいと思います。じゃあ今日はこんな感じです。じゃあね、バイバイ。